どうもこんにちは、みゆるです。ゼルダの伝説やっていきたいなと思います。今4つ目の神殿の雷の神殿攻略してきて、最後の謎解きも終わったので、あとはちょっと起動するだけ。カラクリが動くようだぞ。何か光っている。ん？あ、なんだ、多分これ壊せばいいのかな。あれ、さて、ちょっと回復するか。なんだろう、僕弱いんですかね。こいつの攻撃食らうと半分以上削られていくんだけど。あ、なんだ。うわ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 、そんなの来て、いや来てた。ちょっととりあえず近づいて。いや当たんねえか。あ、離れよ。竜巻に注意しろ。迂闊に近づくな。もう一発かな。もう一発。ちょっと待って。え、ちょっとあれだ。あ、ちょっと。あれ、ちょっと待って。よし。あ、危ない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 。どこ行った。ちょっとうまく矢が撃てないんだけど。操作もたついてる。うわあ、あ、ようやく入った。多分もう一回ぐらい打った方がいいのかな。かわして、今へばってるか。この時に、うわ、くそ。ちょっとボスが強すぎる。柱の後ろに隠れて、あの口から砂出してくるのはここでちょっとかわしつつ、しばらくすると空飛ぶから、その時にね、あ、空飛ぶ。あ、飛ばない。飛ばないか、まだ。ちょっと早すぎた。解除して。もしかしたらギブドへの対策が効くかもしれんな。空飛ぶ。空飛んでる時は一番矢当てやすいかもしれない。で、竜巻来るから、それをまずかわしてから。
よし。行くぞリンク。よし、ちょっともう下がろう。ちょっとあんまりしつこく攻撃してると起き上がった時の攻撃ね、避けられなくなっちゃうから、本当はもうちょっと攻撃したいところではあったんだけど。あれ、空飛んで、ちょっとしばらくすると空飛んでる状態が突っ込んでくるから、ちょっとあんまりもたもたしてんのもよくないんだけど。よし、竜巻を全力でかわして、でまた竜巻来るから、よし、いった。ギブドどもを呼んだら囲まれないように気をつけろ。あ、血を張ってるやついる。しかも結構足早い。やばい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 、絶対追いつかれる。いや、ちょ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 、まず1個破壊。巣を破壊するとこの光の柱が出てくるんだけど、この中だとギブトたち自分で死滅していくから、ここで待て。ああ、うわうわうわ、あ、目の前来てる。うわー、足速い。やばい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 、待ってた待ってた待ってた。うわ、次こっち行くか。あと一つ、あと一つだね。まだちょっと雑魚的に生き残ってるのいるね、地味に。あー、来てた。多分こういうちょっと瀕死状態、あ、瀕死状態で生き残、あ、でもやられていったね。まだいるな。ちょっとボスの位置が分かんない。あっちにいる。で大方やっつけたから、もう。いやいやいや、ちょ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 、回復した方がいいのではないか。うわー、当たんねえな。あ、よしよし、かわして、うーわ、すげえ食らった。ちょっとダメだ、ちょっともうもたもたしてたからもうダメだ。ちょっと回復するか。あ、やばいやばいやばい、ダメだ、避けなきゃダメだ。うわ、危ねえ、ギリ残ってた。
ー攻撃力弱いね。全然ダウン取れない。あぶね。多分これ引かれると今のリンクだとちょっと一発で多分死ぬと思うから、あーあー、どこ行ったどこ行ったどこ行った、あこれ絶対当たっちゃダメ。竜巻かわして、あ当たんない。よしもうこんなもんかな、下がるか。あ、ダメだ。一番最初に使ってた武器だったらもうやっつけてると思うんだけど、であいつ色変わった後にちょっと突っ込んでくるね、突っ込んでくると、あ突っ込んでこない、いや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 、ちょっと角度的にまずいと思う、まずいと思う。やめるか、突っ込んでくると思うんだよな。あ、それ飛んだ。あーまずい、痛え。攻撃パターン変わってるね。あーやっつけた。結構大変だった。子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫
ゲルドの誇りよ。あれは砂塵の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は、先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、イカズチの賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルト族の力を。我らに成すべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡わらわが受け継ごうぞ。
らわは雷の賢者。見よ、これが賢者の力だ。はリンク、手をこちらに。雷の賢者、ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっと、そなたに恩を返せそうだな。では、町に戻るとするか。砂塵がようやくなくなった。なんで大妖精、確かシーザーだったかな、このゲルドー族の村の近くに大妖精いたんだけど、なんで行かなかったのかな。防具を強化すればね、もうちょっと楽に戦えたと思うんだけど、多分砂塵のせいでちょっと行きづらかったから、ちょっと横着していかなかったのかもしれない、これで4つの神殿攻略したけど、そろそろラスボスなのかな。リンクよ、共にゲルドを救ってくれたことを感謝する。砂塵消失とともにギブドが人里を襲うこともなくなったと報告を受けた。復興には時間がかかるだろうが、おかげでまた地上で暮らせそうだ。ゲルド族一同、礼を言わせてくれ。町はこれで一安心だが、すまない。ゼルダ姫らしき人物の消息は未だつかめていないのだ。実はゼルダに関して気になる出来事があった。我らが秘跡を手にした時見た光景。そこで先祖が時の賢者と呼んでいた者の姿が、ゼルダと瓜二つだったのだ。あれは他人の空にでは説明がつかない。一方、今ハイラル中で人々に害をなすゼルダの姿が目撃されている。我らの知るゼルダは先祖たちの時代、遥かな過去で見たゼルダに限りなく近い。仮にもし彼女が過去の時代にいるのだとしたら、現代にいるあのゼルダは何なのだ。正体を探らねばなるまい。そろそろそのゼルダの正体も分かってくるのかな。リンク、砂塵やギブドの脅威がなくなったとはいえ、我らは町が落ち着くまでは今しばらくここを離れられぬ。だがゼルダに関しては責任を持って探すゆえ、ここは我らに任せてくれ。
そなたとは賢者の力で共にある、全力を尽くすと約束しよう。今までは4つの神殿を攻略するという分かりやすい目標があったからよかったんだけど、こっからどうすりゃいいのかな。リンク、お前はリト村のゴロンシ、リトの村ゴロンシティ、ゾーラの里も訪れたと言っていたな。その情報はきっと監視砦の者たちも欲しているだろう。あ、なるほど。じゃあ一度プルアーたちのところに行って、あ、そういえばさあインパとかいたよな。なんか賢者たちの力がリンクに宿るときに、リンクのなんか指輪にその力が入っていくみたいな感じだったんだけど、指が5本あって1つ空いてるから最後はインパなのかな。リンクよ、リンクよ、また来るがよい。再会の時を楽しみしているぞ。あ、よかった、行くべき場所が分かってよかった。だいたいね、1つの神殿攻略するのに丸1日かかってるかな、これ。結構謎解きとかボスをやっつけるのもね、結構大変なんだよね。さあ、じゃあちょっと次回はちょっとインパのいるとこちょっとやってきて、あーでもどうだろう、ちょっとボスとか出てこなかったら飛ばしちゃうからちょっとやめるか、どうだろう、わかんない。うん、まあ、とりあえずボスやっつけたんで今日はここでおしまいにしたいなと思います。